覧ください。スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆、熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。全日本対イタリア、熱戦の舞台はここスタークラウンスタジアムです。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド全日本、攻守にバランスの取れたフォーメーション。我らがキャプテン翼くんを筆頭におなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けません。そしてアウェーサイドイタリア、ツートップで前線を組む布陣となっています。屈指の守備力を誇る鉄壁のチーム、それを支えるのはパーフェクトキーパーヘルナンデスくんです。そして攻撃陣は新顔ルチアーノくんが得点源。いよいよ試合開始です。行くぞイタリア。ヒューガくん、世界が相手でも俺たちは勝つ。みんなこちらのペースに引き込むんだ。そんなの知ったことか。俺は俺のやりたいようにやる。一発のシュートでゴールを狙う。それ、このシュートに反応している。カズオ、おっと攻守交代だ。それ、このタックルは不発に終わります。ケネリーク君センタリングに合わせる。それパントキック、どこまで運べるか。長いパスが通った。それ横をすり抜けた。はゴルバテ君、ボールを狙うも届かない。フィールドタイガークックを立てる。止めた。ボールを抑えたヘルナンデス君、すぐさまスローインに移る。それなんとヘルナンデス君のスローインが翼君の元へ。これはまさかわざと。さあ君のドライブシュート打ってきたまえ。やっぱり挑発している。よし受けて立とう。俺のドライブシュート止められるものなら止めてみろ。うわっ、翼くんシュートだ。ドライブシュートに行く。何、ヘルナンデス君、翼君の威力あふれるドライブシュートをワンハンドキャッチ。これがヨーロッパナンバーワンキーパーの実力なのか。ドライブシュート、いいシュートだ。前までの俺だったら片手ではキャッチできなかっただろう。だがフランス国際大会が中止になった後、俺はこの右腕を徹底的に鍛え上げたんだ。1年前に俺から最後のゴールを奪った男、カール・ハインツ・シュナイダーに借りを返すために。さすがだ、これが本場の本当の力なんだな。だが今度こそゴールを割るぞヘルナンデス。パントキック、どこまで運べるか。このパスをカットします。パスを回す。あっと翼くん、ここは2人で仕掛けてきた。ワンツーで素早くリターン。絶妙な連携プレーを見せつけるか。激しいタックル。ほらそれ、フランチェスコくん、そんな横にかわしていった。体ごとぶつかっていった。美咲くん、パスを出します。これは一騎打ちだ。空中での激突だ。余裕再び激突。相馬くん、
この対決をものにした正面でガッチリキャッチ。ここは抜かせません。横をすり抜けた。敵軍を切り裂く。フィールドを一筋の戦闘に打ち込む。フェルナンデス君、このシュートを正面から受け止める。パントキック、どこまで運べるか。ここでパスカット。ドリブルと見せかけてパス。渾身のパスを味方に送る。ナイスパス。ロングボールを送る。どうだ。ここから打ってきた。ここでボールを受けます。クロスに上がっていく。このボールに飛びつく。スマートに抑えた。パントキック、どこまで運べるか。ここで奪った。翼くん、お箱のヒールリングだ。これは南米式のドリブルだ。翼くん、渾身のシュート。横っ飛びで鋭く反応。これがジノ・ヘルナンデスのプレーだ。パントキックで大きく蹴り出した。雑魚にまとわりつくんじゃねえ。ここは抜かせません。ここはパスに切り替えた。あっと奪い返した。翼くん、ここは抜かせません。ヒューガくん、ここはパスを出した。あっと、ドリブルを見送る。いけ。俺の勝ちだ。飛び越えた。みんな、ここは守りきるぞ。カテナチオの構えに入りました。イタリア、守備固めに入る。これがイタリアの戦術、カテナチオ。スライディングで止めた。あっと、ドリブルを見送る。エリバテ君、このスライディングが決まった。ここで止めた。パルデリ君、どうならチャンスを作れるか。止めて強烈なシュート。ボールはまだ生きている。ここで大きくサイドチェンジ。翼君、お箱のヒールリフトだ。エリバテ君、このスライディングが決まった。パルデリ君、飛んで変わった。ここからフェルトに持っていく。それ若スマス君、このシュートを正面から受け止める。惜しくも枠の外。ゴールキックから再開です。秘密兵器か。いよいよフィールドに立ちます。全日本、ゴール前からどう展開していくか。ロングボールを送る。ロングボールを受けます。ここは勝負を避けた。なめるな。ランスとぶつかっていった。ここはパスを出す。てめえらしつこいんだよ。バカだ。勇ましい突破だ。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りにした。エルバテ君、このスライディングが決まった。かざして振り切った。タックルが炸裂。ここで大きくサイドチェンジ。素早く残り倒す。連続突破で見せます。ここでタイガーとタイガー。真正面からシュートを受け取れた。あっと、そのまま決まった。よし、そらタイガーショット。候補イタリア相手によく戦ってるぞ。イタリアに勝てば大金星だぞ日本。後半も頑張れよ。声かけてもらえるのはありがたいけどよ、これじゃ俺たち相当弱いと思われてたみたいだな。そうだい。
世界からは俺たち日本なんて相当レベルの低い国に見えてたんだろうな。ああ、これまではな。そうそう、それを俺たちが変えてやるのさ。みんな、ナイスファイトだ。ここまでは上出来だぞ。前半これだけ戦えたんだ。後半も大丈夫さ。そうそう、俺たち強くなってるんだしな。でもみんな、気を抜かないでいこう。美咲の言う通り、相手は優勝候補に挙げられてるくらいだ。きっとまだまだ底力がある。よし、後半も気合を入れていこう。おう、あのヘルナンデスってキーパー、評判になるだけのことはあるぜ。あいつから点を取るにはやはりあれを使うしかない。それに俺も世界で勝負していくためにあのルチアーノってやつには負けてられねえんだ。翼さん、後半の戦い方なんですけど。何だい？もしもの話ですけど、この後もしイタリアにリードされたとしたら、きっとイタリアは知人を固めてくると思うんです。それでそうなったら少人数で崩すのは難しいんじゃないかと。だからそうなった時は一か八か全員で圧力をかけてゴールをこじ開けに行く方法もあるんじゃないかって思ったんです。もちろんもしもの話なんですけど、一応そういうことも考えておいた方がいいかなと思って。確かにやらないに越したことはないけど、でも必要な時はそれも手だね。でもそれは本当に一か八かの作戦だ。試合の流れを見極める戦術群がないと失敗してカウンターの餌食になる。ゲームメーカーの経験が豊富なたけしが試合に出ていれば任せられるんだけど。おい、ルチアーノ、いつもいつも自分勝手なプレーばっかりしやがって、もう我慢ならねえ。なんだよ、うるせえな。何が俺の足を引っ張るのだ。貴様が自分勝手なせいでこっちは10人で戦ってるようなものなんだぞ。何言ってやがる。俺が一人で点取りに行ってるのはお前らに能力がないからじゃねえか。何？俺はな、とにかく勝ちてえんだよ。ビッグクラブに移籍するにはチームを勝たせなきゃ意味がねえんだよ。だから俺の邪魔をするな、ルチアーノ。大体点を取られたのは俺のせいじゃないだろうが。なあ、パーフェクトキーパーさんよ、点を取られたのは誰のせいだ？もちろん俺のせいだ。それはすまないと思っている。おお、素直じゃねえか。さすが名門クラブの有望選手は余裕があるな。俺も早くそうなりたいもんだぜ。貴様、ジノになんてことを。タルデリ、よすんだ。ジノ。ルチアーノ。なんだよ、優等生の説教なんて聞きたくねえぜ。自分のために俺たちを利用したいならそうしてくれていい。それでチームが勝てるならば俺たちは喜んで利用されよう。日本は俺たちが思っていたよりも強い。
それは前半に散々マークにあった君も感じているはずだ。ならばどうすれば局面が打開できるか、ここから勝つために何が必要で、どんなプレーが一番いいのか、地方の小さなクラブチームを勝たせ続けて代表まで上り詰めた君はもう分かっているはずだ。後半も俺は勝利のために君にパスを送る。だからルチアーノは、ルチアーノの思うプレーをしてくれ。信じているよ、ルチアーノ。勝つために必要なプレイか。おい、ルチアーノ。なんだよ。後半はお前にもパスを出す。だからお前も俺たちを利用しろ。イタリアが勝つためだ。いくらでも利用されてやるぜ。俺を信じるなんて、お前は本物のバカ野郎だぜ。フランチェスコ君、よし、できません。あっと、イタリアよし前半と一つ違う。ルチアーノ君をフォローする動きだ。くらえ、ヒューガ君、タイガー。イタリアが戦い方を変えてきた。みんな気をつけろ。全日本、ここで作戦を変えてきました。ボールを奪った。ドリブルと見せかけてパス、両者激しく激突。ボールは高く打ち上がった。空中での激突だ。マテオ君、この大一番を制する。ルチアーノ君、嘲笑うかのような。よし、俺の勝ちだ。ヒューガ君、あっと、ヒューガ君、大きく足を振りかぶった。見ていてください、キラ監督、送ってもらったあのブラックボールで鍛え直したこのシュート。来い、どんなシュートであろうと俺の黄金の右腕で止める。ヨーロッパナンバーワンキーパーであろうと必ずゴールに突き刺す。くらえ、これがレオタイガーショットだ。決まった。ヒューガ君のシュート、ヘルナンデス君の黄金の右腕をものともせずゴールに突き刺さった。やった、やったぞ。やった、やりましたね、ヒューガさん。ヒューガ君、翼見つかったぜ。ん、俺は今まで、特にこの3年間は、翼、お前を目指し、お前を倒すことだけを目標にサッカーをしてきた。でもこれで、俺にもお前という目標の上を行く、もっとでかい目標が見つかった。ヒューガ君。俺は、サッカーにおけるストライカーナンバー9番を背に、世界一のエースストライカーを目指す。なんという威力のシュートだ。右腕を鍛えてきていなかったら確実に骨が折れていた。
ルチアーノ君、右へパスを送る。はっ。翼君、ここは勝負を避けた。絶妙なレンジプレーを見せつけるか。ワンツーで素早くリターン。ドリブルでボールを運ぶ。チャージが決まった。美咲君、ここからチャンスを作れるか。翼クロスは通るか。翼君、ロングパスを受けます。美咲君、激しいタックル。モデリコ君、スライディングでカット。イタリア、まさに感激。カテナチオの構えに入りました。ドリブルで押し込む。ラティ君、飛び越えた。力を振る強烈なシュート。止めた。さすが若林君です。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。ここでパスカット、敵陣へ攻め込みます。それ邪魔だ。なんという素晴らしいテクニック。さあ俺の本気を見やがれ。シュート、見えた。若林君、このシュートを反応している。ルチアーノ君、ロングシュート。この程度で騒ぐんじゃねえぜ。それ邪魔だ。さあ俺の本気を見やがれ。見えた。ルチアーノ君ゴール。イタリアの攻撃を一人で担うルチアーノ君、見事チームの期待に応えてみせました。見たか、これが俺のサッカーだ。すごい。ドイツのシュナイダーもすごいと思ったけど、この選手も決して負けていない。これが世界の本気なのか。確かに今のはすげえ。世界はやっぱり広いぜ。だが俺だって負けちゃいねえ。鍛え直した俺の力、この試合で必ず証明してやる。ヒューガ君、ここはパスに切り替えた。ロングボールを送る。沢田君、ロングパスを受けます。息の合った連携プレーが見れるのか。絶妙な連携プレーを見せつけるか。短いパスの連携、鋭いスライディング。逆サイドにボールを振る。沢田君、ボールを奪った。翼君、ボールは友達、渡しません。渾身のシュート、ドライブシュート。ドライブシュートが今飛び立った。あっ、見事なキャッチング。それ体ごとぶつかっていった。絶妙な連携プレーを見せつけるか。ワンツーで素早くリターン。守備陣の隙間を狙う。美咲君、ここは勝負を避けた。かわして振り切った。そこから打ってきた。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。伊沢君、横にかわして突破。これは舐めるな。負けた。かわした。ヒューガさん、このパスをトラップ。森野君、このスライディングが決まった。これは必殺のロングパスだ。大きくパス、よく押して抜けた。やすれば、スライディングでカット。ここから長い距離のパスを狙う。ナイスパスだ。これはうまく受け取った。次々にかわしていく。レオタイガーカット。このシュートを正面から受け止める。ヘルナンデス君、がっちり止めた。パントキックで大きく蹴り出した。ここでパスカット。ここはパスを出した。センターラインを越えて攻め込む。ここから長い距離のパスを狙う。あーと、ドリブルが見送る。ヒューガ君、次々にかわしていく。これが俺のネオタイガーショットだ。シュートを受け止めた。
キーパーごと押し込んだ。俺は絶対に負けん。マネルだ。どけ。これが俺のネオタイガーショットだ。全日本この位置からのスローイン。ヒューガ君ロングスローできた。さあボールを抑えた。ここから長い距離のパスを狙う。これはタッチを終わります。スローインでのリスタート。あとロング劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。